はいどうも皆さんこんにちは、ナポリンです。今回やっていく動画は鬼武者パート11になります。前回ちょっと移動パートで結構時間がかかったっていうのであんまり見どころなかったんだけど、今回すぐ蜂の女とのボスだと思うんで頑張って倒していきたいと思います。じゃあやっていこう。上と下どっちから行くかだな。こっちから行ってみっか。あ、鍵穴壊れてるね。鍵穴結構壊れてんよな。楓が取ってんだべか。ホタル石がな、あんまり使いどころが。小舟か、これで向こうの炉に行けるな。行っちゃうか。あれがボスなんだろうな。なんかここちょっと記憶あんな、昔やった時の。よし、待って、いろんなとこから行けなかったっけ。行けないか。こっちで、こっちね。で、こっちね。オッケー、よし、行きましょう。ほい、ムービー始まれ。なにこれ。は、ま、ゆみ。絶対呼び方違うけど。しまったな。で、こういうちっちゃい敵も来たっけ。あ、楓パートっすか、まさかの。楓マジで可愛いよね。ふいふいふい。オッケー。あ、待って、カイデめっちゃ HP ないけど大丈夫かな。前回の俺が悪いか。こっちは？なにこれ？なにこれ？薬草、おお。あ、これ玄之助が言ってないやつよね。こっち正規ルートっぽくね。玄魔目次録下。我らが玄魔王は地中の最も深くに住み、大地が創生っていうのかな、された時の混沌から生まれ、すべての玄魔は玄魔王より生まれ出た。玄魔王が白き大蛇にも似た禍々しいその姿を垣間見せるのは、暗黒儀式を行う神殿だけである。それ以外で王がどのような営みをされているのかは盆白のものの知るところではない。なんちゅう言葉使うの。玄魔どもよ、次のことを心に刻むのだ、大地に住むいかなる者はいかなる時でも玄魔王に歯を向けることは許されない。玄魔王に宿る高潔な精神は、全てのものが永久に学ぶべきものである。へえ、これだけか。ちょっと楓の HP 心配なんだけど大丈夫。どうしたの。あ、大丈夫だ、いきます。あ、ここね、OK、いきます。マジで楓はかけない、逃げられない。あ、どうしたなんか壺割りたくない。倒さないと無理っぽいし。ほいほいほい。なんかいろいろ行き道あるけどどうしようかな。こっちなんもない、なんもない。嘘でしょ、俺頑張って倒したよ楓でも。あった、来ないか。薬草とか欲しいんだけどな。なしか。こっちは、こっちセーブ場所あるからあっちか。ちょっとあっち行ってみよう。またいるよ。ふい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 。呪い呪い呪い。待って、いけないんかい、いけないんかい。ちょっと待って、え、え、失礼失礼失礼。ちょっとはしご登ろう。何あるだろう。ホタル石、あとは特にないって感じか。じゃあちょっとこっち行ってみよっか。あいだ、
待って待って、ちょっと強すぎるかも。薬草か、まあ薬草が大事本当に。ホタル石めっちゃあんだけど、こっち上がってみるか。おお、まだあったか。でもなんかここに来てこれは難しそうじゃない？いけた、よし、いけたいけた。これ絶対必要だったよね。びっくりした。行くわ行くわ。じゃあね、どっちや、こっちや。なにこれ、黒い宝箱って初じゃない？鍵穴がないところを見ると開けるのに何か工夫がいる。なにこれ。お、これを取って上がるから閉まったと。代わりにこれを置くんだよね。あ、でも、あ、宝箱も開いたわ。どういう仕組み？あ、これさっき扉あったな。どこだっけ？どっちだったっけな。違う、こっちの反対側だ。ほい、これじゃなかった？こっち側、ここ、オッケー。これで待って、ここはなんかない？ないね。あ、これで、あ、楓もこっち行けるってこと？ボス2人1組か、ワンちゃん。いけない感じ？なんでサマノスケ、あれ剣一番弱いやつ使ってんの今。ほら。何が来た？サマノスケ、気をつけて、ゲンマが中に入ったわ。火薬。サマノスケも、サマノスケもろとも吹っ飛びそうだけど大丈夫？聞いてた。サマノスケ今の間ずっと睨み合いしてたんかな。え、どういう表情今の。やっぱり来たわね。人間としては上出来よ。でももう間に合わない。あとわずかで暗黒儀式が始まる。まずは雪姫の見ている前で夢丸が殺される。なんだと？可愛い夢丸が目の前で殺されたら、雪姫の悲しみと絶望は極地に達する。それにより生贄の血は旨味を増し、それを飲む信長の力も強くなるという寸法。そのために二人を許せる。さあ、私の愛しい子供たちよ、そこにいる人間を食べておしまい。いや、ちょっと待って。あの女王蜂みたいな、どうやって倒すんだ。いた。まずこいつは倒しちゃうよね普通。いた。オッケー。これさ、まあでもいいのか。こいつを倒してちょっと経験値稼ぐか。こいつと一緒にやれたらいいんだけどな。ほら、こうやって、このうーって言ってる間に攻撃するのか。これさ、一生出てくんだったら一生倒してんだけど、こいつ。いた。回復でも美味しいんだけど。いた、いいて。ガードが全くできないんだけど、俺。いや、めっちゃ着てあげてる。怖い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 。あいつにも当たってくれ。よし、オッケーオッケーオッケー。痛い痛い、待って待って。地味に結構食らってる。火だからさ、こいつ虫だから火弱いんじゃねえの。ほら、一瞬だ。なかなか死なねえな、でもあの女王蜂。めちゃめちゃ無言で戦ってきていいかな。くたばりなとか喋った時にガードすれば。ほら、
いけるいけるいける、せっかくだから銃使おうか、ちょっと余裕出てきたし。これさ、普通の武士たちが死んでる理由が分かんなくなってくんだけど、一発やで、ゲンマ。効いてないんかな、あんまり。オッケー、倒したー。よし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 、結構強かったな、でも。また生きとったわ。お、はよはよ、急いで。いや、船どこ行った？船で逃げれたんじゃないの？船で来てたよ、二人とも。え、まさか死んでる？嘘やん。あ、よかったよかった。しっかりしろ、楓。ちょっとあのコテの方絶対頭痛いと思うんだけど。城の中現場だらけだしね、なんか何かしらここにさ人を置きに来るけど、様之助はさ、楓、ここでゆっくり休んでいるんだ。待っていろ、雪姫、夢丸。どこ見てん、誰に言ってんそれ。今助けに行くからな。はい、ということで今回の動画はここまでにしておきます。今回ちょっとボスめっちゃ強かった、ちょっと回復とかもめっちゃ使っちゃったから、もうそろそろラスボスに近いんじゃないかな、なんかこの BGM 的に。ということで今回の動画面白かったなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いいたします。あとは、概要欄の方に Twitter のプロフィールとかも貼ってあるんで、そちらの方も、見てくれたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。